始まるとかならまだわかるんだけど、なんで式だけのために行かなきゃなんないんだろう。そりゃまあそうなんだけどね。とにかく行こう。せっかく着替えて準備も整えたのに、遅刻したらもったいないよ。あっちぃ。暑さ寒さも彼岸まで、と言うんだよね。今時は10月になっても普通に暑いからね。だといいんだけど。ああそうそう、私今日約束があって帰るのが夕飯前になると思うから。お兄お母さんみたい。というかだね、妹の優しさを汲んでほしいものだよ。だって私いるとお邪魔でしょ、いろいろとさね、のーちゃん。わっ、どうして僕に話を振るんだ。そりゃあ言うまでもないと思うけど付き合いたての若い二人だもの、いくら私だって気を使うよ。だから夜はあんまり激しくしないでね。ああいう声って壁突き抜けてくるからさ。ねえ、しゃ、聞こえ。今の反応だけで十分。ごちそうさまでした。私先に行くから、二人はごゆっくりー。